さんこんばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の合田千佳です。ただいまから第42回有力企業就職ライブ名古屋編をお届けさせていただきます。留学生就職学院では毎日、リアルイベント有力企業就職フェアを開催しています。そちらはですね、毎回20社から30社の、企業さんの求人情報をご案内しております。ただね、リアルイベントということでなかなかお越しいただけないという方もいらっしゃいますので、このオンラインでも、ピックアップして、求人情報をご案内しています。でこの名古屋編でお届けしますのは、私ども留学生就職学院の名古屋支店の方に、企業の社長さんが来てくださるという案件をピックアップしてお届けしています。でこちらのオンラインの方は毎週日曜日だけの、配信となります。そして毎回3社から6社ね、すごく限定的ですので、あ、ちょっと物足りないな、少ないなというふうに、お感じになった方はぜひリアルイベントの方にお越しください。はい、それでは今日の1社目ご案内させていただきます。こちらは製造販売のお仕事です。何を作るかといいますと、このケーキですね。ケーキとか、まあ、洋菓子を、作ります。でこちらはですね、長野県なんですね。ちょっとね、遠いかなって思ったかもしれませんけど、長野まで、名古屋からね、2時間18分ですから、まあ、通うのはちょっと難しい、引っ越しすることになるとは思いますけど、またすぐね、名古屋にも遊びに来れる距離だと思いますよ。ここ名古屋駅ですね。そしてずっと、三河安城を越えて豊橋まで行くのかな。豊橋からまた乗り換えてぐーっと長野の方に上がっていくところで、金江駅というのがあります。こちらがね、最寄り駅となっています。でここで洋菓子、まあ、主にケーキですね、これを作る工場が横にありますので、ここで作る、そして店舗で販売するというお仕事になります。でここはね、南信州と言われるエリアなんですね。ものすごく空気がきれいで、いろんな農作物が取れます。それを食材としてね、使ったお菓子をいろいろ開発してますので、まあ、お菓子のね、開発とかこういうアイデアをね、いろいろ出すというお仕事も将来的にはやったらいいと思います。お菓子が好きな方、お菓子作りに興味がある方、ご応募お待ちしていますということで、面接はもう明日ですのでね、やりたいと思った方すぐご応募ください。お願いします。1人から2人の募集です。はい、2つ目は清掃ビルメンテナンスのお仕事ですね。こちらはですね、勤務地愛知県の安城市ですね。名古屋から26分ということで、これは十分ね、皆さん通える距離だと思いますよ。名古屋からすぐですね、1本で行けるんじゃないかな。はい、ここはですね、大きな会社です。人材会社、人材事業ね、人材事業とか不動産事業も手掛けていますので、すごく安定していますね。そして個人のお客様、個人のお家、それから大きなオフィスの清掃まで、いろいろとね、幅広く、手掛けていらっしゃいます。で最初はもちろんね、現場でお掃除ということになりますけども、ステップアップして、キャリアアップすれば清掃プランを作成したり、お客様との打ち合わせね、契約についてお話をしたりという営業の仕事に、変わっていくことができますので、ビザもね、それで守っていけると思います。面接は9月14日火曜日の5時です。ぜひね、やってみてください。2人募集です。よろしくお願いします。はい、3社目、造園のお仕事ですね。造園今ね、すごくね、求人増えてます。でこれはどんなお仕事、今まで皆さんの勉強を生かすことができますので、特にですね、建築系の勉強、あるいは CAD の勉強の方も、勉強内容をね、生かすことができますよ。はい、造園、庭作りですね、庭のお庭のプラン、それから植木の手入れ、草刈りなどの、お仕事からまずはスタートとなります。愛知県の西尾市というところですね。名古屋から1時間です。地図で見ると結構ね、なんか下の方に行くので遠そうに、感じますけど、電車の時間を計りますと1時間で行けるということなのでね、まあ、頑張れば通えるかもしれませんし、まあ、ちょっとね、こっちに近い位置に住むといいかなと思いますね。そしてここは造園とか緑化、今ね、いろいろと、環境問題出てきますので、温暖化防止のためにね、グリーンを増やした方がいいとかですね、そういうののプランニング、グリーンをどう増やすかというようなことも含めてね、
いろいろと、仕事があります。でこれは国家資格になるのかな、いろんな資格もね、造園関係の資格がたくさんありますので、日本国内の資格こういうのも勉強して取るといいと思いますね。で初めての方、ほとんどの方初めてだと思いますけど、片付けとかね、除草、草を除くね、それから草刈り、草を切る、そういったところから、まずは覚えていただいて、その後ね、植栽管理とか剪定というお仕事、技術的な仕事に進んでいきます。はい、で最近ねアロマセラピーなどにも応用されてるみたいですね。いろいろとね技術を生かした仕事になっていきますよ。面接は9月15日水曜日の2時ですからね、興味ある方ねぜひやってみてください。1人募集ですね。はい、4社目工場です。工場で何をするかというとですね、ここは洗面化粧台とか流し台の部品、洗面化粧台って分かりますかね、こういうものね、こういうのを作っていますよ。で場所は岐阜県の中津川市ですね。最寄り駅は坂下という駅です。名古屋から1時間9分ですね。名古屋からずっと多治見の方に行く JR の中央線ですね、ずっとこれは長野まで行くのかな、東京まで中央線だからまあつながってるんですけども、これの途中ね、多治見越えたところに、あります中津川の隣かな、が、最寄り駅となっています。でここはね、タカラスタンダードとかリクシルとかね、皆さんも聞いたことあるかもしれませんね。ものすごく大きな、この洗面化粧台のメーカーさんですね。こういったところから依頼を受けて、まあ、OEM っていうんですけどもね、オーダーメイドって言えば分かりますかね、こういうものを作る工場です。でいろんなものを作ってるんですけど、まあ、洗面化粧台とか流し台をメインに、ご担当いただきます。でもしねパソコンが使えますよという方は面接でアピールしてください。その分ね、プラス評価がもらえます。面接は17日金曜日の2時です。工場で働いてみたいという方はね、ぜひ検討してみてください。2人の募集です。はい、ということで今ね、ご覧いただきました4社の中から受けてみたいなというのがあった方はまずチャンネル登録をお願いします。でその上でメールまたはお電話でお申し込みください。お申し込みいただくときは皆さんのお名前、そしてご連絡先の電話番号、それからどの会社を受けたいかをお伝えください。それで面接はですねオンラインではありません。直接受けていただきます。で、各社に行くのではなくて、私ども留学生就職学院の名古屋支店の方に社長さんがお越しくださいますので、そこでね面接をしてもらいます。で、東京本店あるいは大阪店の方からも受けることができますので、そちらの方が近いよという方はそちらにお越しいただいても結構です。でそれぞれ面接日先ほどご案内しました。で社長さん方もねお忙しいので、面接が急にね予定が変わることがあります。ですから皆さんもご予約いただいた後、お家を出る前にね当日、お電話で変更ないかぜひ確認してください。せっかく来ていただいてね変更になるとちょっとね残念ですから、お願いします。はい、でリアルイベントの方は毎日開催しています。ただし、支店の方名古屋店の方は同日祝はないです。で東京本店は同日祝も変わらず、やっています。月水金は11時火木土日は2時からです。で、名古屋の方の支店でこの就職フェアに参加されたい方は月水金の11時あるいは火木の2時に行ってください。土日と祝日はありません。でリアルのイベントの方だと30社ぐらいねご案内ができますので、ぜひ行ってみてください。今ご案内しました名古屋会場は JR 名古屋駅から徒歩5分のところにあります。対向口を出てください。対向口出て中村警察署が向かい側にありますのでね、まず中村警察署まで行くと、分かりやすいと思います。で大阪の方が近いよという方は大阪の方に行ってください。 JR 新大阪駅東口を出てすぐのところにあります。で東京まで来れる方はぜひ東京本店に来てください。ここはねたくさんの社長さんが来てくださいます。毎日たくさん面接直接、できますのでね、JR 神田駅徒歩5分のところにあります。 JR 神田駅は東京駅の一つ隣です。はい、それではね皆さんのご応募をお待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。